皆様おはようございます。お待たせしました。これより、えー、フォーラムを始めたいと思います。えー、まず最初に、えー、第16回図書館総合展フォーラムにお越しいただき誠にありがとうございます、えー。図書館総合展運営委員会よりアネックスホルの地方にあたり地震発生時のご案内を 申し上げます揺れが発生した場合とか、フォーラムを直ちに中断、中止しますと、そういうことで、えー、案内は私どもが行いますので、えー、それまでは、えー、ここに待機してくださいということです。それでは早速、えー、大滝館長と、えー、井上千佳さ,さんと、どうぞお壇上の方にお願いいたします。 よろしくお願いいたします。<music> あ、大丈夫でしょうか。すいません。 えー、こんにちはあのー、本日は共に考える国立国会図書館の未来フォーラムをお越しいただきましてありがとうございます井上千香と申します、えー、今日はですね、えー、国立国会図書館が今どのような目的に向かって活動されてそれから今後はどのような未来に向かっていくのかということを 大滝憲忠 <laughs> 館長をお招きしまして、えー、ご一緒にお話し会場の皆さんもできればです、ね、あの最後にご一緒にお話ししていきたいと思います。であのー、今日から あの図書館総合展開幕ということであ正式に開幕ということであの本当に朝早くからありがとうございますあの実は非常に最初から個人的な話で恐縮なのですがあの先日私あの山形県の川西町というところに参りましてあの川西町は、えー、作家の井上寿さんのし えー、故郷でしてあの今ですね地質道文庫というあの井上久志さんの蔵書が寄贈された文庫があったり、えー、それからあの毎年ですねいろんな指揮者の方をお招きして2日間にわたって地元の方と一緒にこうあの考える学校を開かれてましてでそれが今年はあの図書館がテーマということであのお呼ばれしていきました。で実はは川西町というのは あの大滝館長ご出身の土地でしてそんなご縁もあれですねであの私実はあの個人的な話で恐縮なんですが考古学をあの大,学院大学大学院とやってましてあの川西町って東北ではあの非常にですねずっと学生時代は大体先生に、まあ、夏休み拉致されて2ヶ月ぐらいそこで川西町で、えー、土を 掘らせていただいたっていうご縁もありまして、あの同じ土をもしかしたらあの大滝幹事も掘ったかも遊びで <laughs> 知れないんですが、そんなご縁もありまして、今日はあの非常にご一緒させていただいて光栄です、えー、よろしくお願いいたします。で、では早速本題に入っていきたいと思うんですが、あの私はあのまあ、えっ、ー、と。 ずっと新聞記者をしたりとか今もあのインターネットのメディアの記者なんかもしておりますのでリサーチとして図書館を使うことが多くてあの国立国会図書館についても実際に、まあ、お伺いしていろいろ資料を拝見することもあれば、えー、オンラインで最近は非常にあのデジタル資料を公開していらっしゃいますので拝見することもある利用者もあるんですねただあの利用していて非常に感じるのは国立国会図書館は 本当に巨大であの多岐にわたる活動をしていらっしゃるということであの一利用者からするとですねなかなかその全体像が見えづらいということがありますでまずあの、まあ、冒頭ですので、えー、国立国会図書館が現在ですね主にどのような活動に注力していらっしゃるかということを お伺いいいしていきたいなと思いますであのと言いますのもまずのテーマにあります未来を考えるためには、えー、未来を共に考えるというためにはあのやはり現在を踏まえる必要があると思いますので,でそこから次に近未来さらに長期的な展望ということでまずは現在からですね、えー、お伺いして、まあ、直近の課題などもですね 合わせてお伺いしたいと思います。で、すみません長くなってしまって、あの国立国会図書館にはあの私たちの使命目標2012、2016という方針が。 それをさらにあの具体的なものとして落とし込んだものが、えー、去年ですね2013年にまとめられた戦略的目標というものがありますでこれあの国立国会図書館のサイト上でも拝見できるんですけどもあの今ですねそれらは国立国会図書館の取り組みとしてどのような位置づけにあるのかということからまずお伺いしたいと思います。 おはようございます。す、えー。国立国立会都市館長の大瀧で,す、えー、で今、あの井川さんが個人的な話から始まりましたので、えー、そこに悪乗りしますと、えー、その地筆像文庫、川西町立都市館があるところから12キロ、えー、冬は雪,雪の中を歩くしかないところで生まれまして土、えー、はもっぱら農家の次男坊でしたので掘ってました。 これは仕事として掘ってましててっまたでそういう中で図、えー、らずもですね、えー、あの2年半前に国立国土地館長第15代になりますけども土地館出身として初めて就任させていただいて現在何をやその間あっという間に2年半経つんですがこの間何をやってきたかという振り返るよりも今の課題を 次々と考えていくというような毎日を過ごしております。本日、こういう形でですね、いずれその国立国会図書館のことについてお知りいただくと、皆様、特に今回の第16回図書館総合展は、さまざまな課題が同時並行的に扱われていますので、 皆さん、そういう中でわざわざ時間を取っていただいて、この場にお集まりあのいただいて、お聞きいただくということ、大変ありがたく、よろしくお願いします。えー、あの井上さんは何、なんせつながる図書館も代表作としてお持ちですし、何よりもそのジャーナリストとして、それからその本の書き手として、それからその利用者として、かなり厳しい利用者のように見受けられますけれども、 さまざまなご意見、それを今、あの日本の全国にです、ね、お出かけになられて、発信されているという方ですので、その方とのこういう機会を通じてです、ね、国立国会図書館の,、まあ、あのずっとレクチャー形式でお話しするというときには出てこないような面もです、ね、引き出していただければというふうにご期待申し上げますし、 それからあの、共に考えるというところのにあの、井上さんとお話、事前のお話をしてて、込められたことは、まさにあの、井上さんと私の対談だけでなくです、ねえーふあのこ、この会場の皆さんから、国立公開図書館についての、えー、年来の疑問とかですね、それから、これからどうあるべきだというご意見も含めて、 そういうあののところを出していただくと、このセッションの中で,です、ね、そういうことをお願いしながら、あの意見交換、それで、井上さんのご見解もあのお聞きしながら、ですね、えー、あの意見交換あのさせていただくことによって、国立国会図書館の運営に携わるものとして、これからのことをさまざま、より深く考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 どうもあの私の話が全体的に曲が、えー、りくどいところがあるので、できるだけ、えー、あのコンパクトにいたしますが、今、あの本題に入りますけれどもあの、国立公開図書館はどういうあの組織なのか、どういう役割を持っているかということの中で、こ,とこの 1,、えー、と1月もです、ね、にも学校図書館でずっと長くやられた方から念願をいただいて、 国立国会図書館のことについてはあのいろんな接点があるけど国立国会図書館長って何を仕事しているのっていうのがわからないというお手紙もいただいたんですけど今コンパクトにです、ね、国立国会図書館が何どういうものかというところからちょっとあの導入させていただきます国会図書館、えー、と65年目の歴史がありますけどもあ67年かなの歴史があるんですが 基本的にこの6つの機能というのはですね、創立以来、昭和23年に創立以来、ずっと変わらないところであります、まあ、国会のブレーンとなることとか、それから支部図書館制度というのは一般的に知られてないんですけど、あの各省庁の図書館を支部図書館とさせていただくことによって、 その支部都市間の資料、各省庁の資料を都市間に入れていただく、それを国民の財産とするという、させていただく、もちろんこちらから情報も提供いたします、それから蓄積するという意味で、情報資源と今、呼んでますけども、活字媒体、それからさまざまなメディア、それからネット上のデジタル情報というのも、 現在蓄積するそれを使えるように、えーあのでえー、組織化してお知らせする、それから何よりも重要なのは、国民の共有財産を利用しやすくすると、であとはです、ね、図書館はご承知のとおり、連携によって成り立ちますから、連携するというところの6つをです、ねえー、あの基本、機能として、 明確に意識しながら今取り組んでい,ますいずれこの6つの機能の中で、この情報を蓄積する、今日特に扱って、いたあのあのいろいろ重点的にも考えるんですが、この蓄積するという機能は、他の機能をです、ね、例えば国会サービスで国会議員の方から毎日200件ぐらい質問いただくんですね。 それを応えるためにも人材も必要だけど資料というものの存在が大きくなると、それで次のスライドで,ですね先ほどお話に出た私たちの使命、目標というのはこれは長期的にこういう機能はあるんですが短期的に何を重点的にやるかというところで全体として目標を6つ挙げていると。 これ、いちいちは申し上げませんけれども、特にまあですね、そのこの2012年、これは私が就任したときなんですが、ここの5年ぐらいで中期的になすべきことの一つとしては、特に挙げられているのは、東日本大震災アーカイブというようなことで、2011年の大震災の記録を、あらゆる記録を残すというようなところが、 特にこの時期の大きなことになっています、それでその次のスライドで,です、ね、こういうのを一つの体系として、この国立国会都市間の使命というのは、国立国会都市間法にあるわけですけど、そこのもとで、その基本機能の認識があって、さっきの目標が6点に整理されると。 でその下に今あの、井上さんがおっしゃられた戦略的目,目標ということでこれをそれぞれの項目を実現するための,あの具体的なプロジェクトを大体35ぐらいに34ぐらいにです、ね、この下に持ちましてそれをやるときはそのいわゆるあの 役所あの国立国会図書館も行政機関ではなく、立法府の機関なんですが、役所だとこういう文書作りで、どうしてもそのお題目を唱えることになりかねないんで、その戦略的目標は、この5年間の中で、具体的にステップを踏めるものだけに絞り込んでやろうというようなことで整理しております。でまあ、あの全体として今ああの地方省庁も それから自治体も、こういう目に見える行政運営ということの中で、説明責任を果たしながら取り組むというようなことでやっておりますので、その国立国会図書館版がこういう仕組みだということになりますま。そんなことで、今ですね、大きな注力すべきこととしては、 伝統的な図書館サービスの分野はおかげさまで60数年の歴史の中でさまざまな図書館の監修の方々と交流しながら実績がありますし何が課題かというようなところを一つ一つ解決していくということなんですが道の分野というのはやはり電子情報デジタル情報をどのように扱うか。 とというところですそれで、都市間業務全体がですね、やはりカード目録の時代から明治の初期、日本でいうと明治の初期から1998年代、90年代の後半までは、ずっと同じような仕事の仕方をしてきたわけですけど、今、そこをです、ね、全部変える必要があると、まあ、あのデジタル情報社会、 に、えー、あの対応する必要があるというようなことで、今あの、えー、一般的にはそういうあの問題意識を持ちながら取り組んでいるというところであります。ありがとうございます。あの、本当に90年代からインターネットが普及しまして、あのメディアに関わっている私ですら、ちょっとついていくのが。 辛いという流れの速さでですねその中でこうかなり長期的な計画を立てながら運営されていくのは大変なことだと思いますであの先ほどもちょっとあ,のありましたが、えーま、あの私たちの指名目標の中で今年やはりあの一番気になったのが、えー、昨年3月から公開されていらっしゃいますあの 東日本大震災のアーカイブ、これ、愛称、ひなぎくというすごい可愛らしい名前がついているんですけども、こちらがやはりちょっと気になっておりまして、であの発生東日本大震災の発生から今年で3年が経ってですね、なかなかあのメディアの報道も減ったりとか、あのし ないう中でまあ、資料の収集がです、ね、どんどん困難になっているのではないかなと思っていますで現在です、ね、どういう状況でひなぎく運営してらっしゃるかとかその辺をお伺いでできますでしょうかひなぎくという東日本大震災アーカイブ東日本大震災のアーカイブ自体は、えー、あの例えば NHK が。 映像資料を様々アーカイブするそれから東北大学が中心になってその特に映像系とかあらゆる記,あの記録をあの取り扱うそこの中には研究データも含めて扱うというようなさまざまな取り組みをしておりますけれどもそ,のそういうその全国のさまざまな方たちの機関の えー、集められている情報をです、ね、国として全体として横断検索できるようにしてそれで全部を国立国会図書館に集めるのではなくてそれぞれの機関がそれぞれの特分野をストアするとそこにどういうところにアクセスすればどういう情報があるということをポータルサイトとして 国立国会図書館の取り組みをとしてこの東日本大震災が浮かブという取り組みを現在やっておりますでこれはですねまさに今までの図書館の仕事の仕方ではない今までの図書館はどちらかというとその物があって物があってその物をその使い集めて使いやすくするということなわけですけど まさにこれからの図書館の活動としての情報をですね、情報を使えるように、利用者の方にそのつなぐという面での活動が今、始まっていて、それで、それをですねあの、いろんな面で国立国会図書館、立法府に属してますので、えーと、行政府、それから司法府とですね、三権分立の関係にあるわけですけど、 ただ国民がさまざまな情報を使うという点では、それは3件を超えてでもです、ね、国としてさまざまな体制を作らなくちゃならない、そういう中で、このひなぎ区の取り組みはです、ね、まさにそれの具体的な形として、全体のあらゆる記録を伝えると。 でえー、国全体の取り組みの中心的な役割としてそのポータルサイトを位置づけてでそのポータルサイトの運営を国立公開都市館が行うとでもちろん国立公開都市館には従来からあの印刷物等を集めを中心に集めてきたという実績もありますので それでそれを使えるように組織化してきているという実績がありますからそういうノウハウを使ってそれでそういう役割を担わせていただいているというところですでこのひなぎ区ですね現在その次の表あれを見ていただくと今までの図書館で扱っていた資料以外のものがどれいかに扱われているかということがこの細かい字で書いてあって読めないかもしれませんけども。 まず一番左がですね、さまざまなその情報を持っていたり、それから作成したりする、あの作成されている機関です。さまざまあります、国自治体もありますし、図書館、博物館、文書館もありますし、大学とか研究機関、それから報道機関、NPO とか、それから企業から個人の方まで。でそういうい方が 左隅の方にウェブサイトとか、えーとまああの、図書、雑誌以外のものの方がぐっと多いわけですけど、写真も含めて、そういったものを生産すると、それをですね、えーまあ、書蔵自体はそれぞれのところにあったとしても、国立国会図書館のこの避難菊ということによって、統合的に検索するし、 それから他の機関でこの情報をです、ね、扱えない場合は国立国会図書館がお預かりすると、であの預かって国立国会図書館の中の情報として全体を使っていただくと、で右側の方はそれをです、ね、どういうふうに利用していただくかという中でさまざまなです、ねえー、と利用の仕方それはそのこの大震災の 記録を何よりも現在の復興のために復旧復興のために生かせる情報として使っていただきたいそれから長期的にはその記録を伝えてそれでそれを今後の防災ということにつなげていただくそれから学校教育においてはこういう素材を使って今度の教育の場における さまざまな活用もしていただけるというのが、これは全体の、国全体の仕組みとして、そういう問題意識、これはですねえとあの阪神・淡路の大震災の十,年十数年前のときには、そ,そういう意識はあったけれども、国全体としての取り組みとしては、まだ試行錯誤だ。 で今回の場合は以前試行錯誤ではあるんだけれども、えー、よりです、ね、このデジタル時代ということがこういう取り組みを必要可能としそれから国全体としての取り組みを必要としているというようなことでこういう取り組みが行われております。であの今どうなってるのということなんでざっと数字的なことで恐縮なんですけど。 現在です、ね、避難菊という国立国会図書館のこのバーナーのあれがありますけど、あのえー、その検索データ件数としては271万件があります、でキーワードでもあの入れると、それが写真であったり、えーあのそこに、その仕組みの中でアクセスできる写真であったり、それから自治体の観光物であったり。 いいろいろありますそれから連携機関というのは、例えばさっき言った東北大のシステムとか、NHK のシステムとか、そういったところと API 連携といって、お互いですね、そのお互いの蓄積をのぞき合う形で、一つの検索結果を導き出せるというようなこと、というようなことで使っております、使っていただいております。 ただ、まあ、あのこ,れこれの最大の課題はコンテンツここで使えるコンテンツをどういうふうに増やしていけるかで先ほど、井上さんがおっしゃられた震災3年の経過の中で、えっと、だんだん集まりにくくなっているのではないかそれからあの何よりもその、えー、意識されないままに膨大な記録がそれからものが やっぱり処分しなくちゃならないということでもう今まで倉庫に取っておいたけど倉庫,倉庫代は国の補助で復興、まあ、事,事業の中で予算重ねてたけどそれが一つの区切りを迎えるとそういったものがやっ,ぱりなくとやっぱり処分しなくちゃならないそういう中でですねやっぱり特にこの文献だけがこれの目的にないんですけどあらゆる記録ということの中で その記録をです、ね、あの各自治体さん、それからあの各、えー、その取り組みをされている NPO 法人さんも含めてさまざまな取り組みの中でこれをとにかくあらゆる記録、できるだけ広く、えー、っとあのこのコンテンツとして、えー、し,あのしていきたいというふうに今、考えているところです。 はい、あのひなぎくちなみにあの利用されたことある方はいらっしゃいますか あんまりいらっしゃるぜひご覧になってみてくださいあの今日帰ったらすぐ <laughs> あのすごいインターフェースとしても非常に使いやすくなっていまして例えば何かこう今どういう写真が一番見られているとかあのどういうキーワードで検査されているとかいうところからも入り込んでいきますし自分がちょっと気になってるところとか場所とかですねそういったワードで検索してもすぐあのいろんなところのアーカイブが一覧で見られるっていうなかなか本当にこれ素晴らしい あの構築だと思いますで本当にひなぎく私もたまに拝見してるんですけども、まあ、改めて感じるのはあの、まあ、図書館本来の使命皆さん多分図書館関係の方多いのでよくご存知かと思うんですがあの <laughs> 図書館法にも書いてあります、まあ、郷土資料の収集ですねこちらの大切さっていうのはすごくあの素人ながらひな,なぎく拝見してて。 思いましてでというのはあの郷土資料って本当にその地域の歴史とか文化とかが詰まっていますしあのそれは、まあ、あの今回東日本大震災の雛菊ということであの後世のですね防災にも役に立つ情報なんかも非常に多く含まれているかなと思います。であの えっと、そういった意味では、ひなぎ子ある意味、まあ、郷土資料塊ではないかなと思っているんですけども、まあ、その大切さってあの国立公開図書館をはじめとしてです、ね、当然、都道府県立図書館それからもっとみんな地域に近いです、ね、市町村立図書館にも共通して言えることではないかなと。 改めて思います、ね、あのここでですね、まあ、ちょっと、共、え、同、っと、資料の収集保存ということがあの私、ちょっと興味が非常にあるんですが、これはあの、館長、どのように遂行されるべきと思われますかね共同資料、地域資料、次の、あの今までですね共同資料とあの図書館法の中でも明記されてますけど、 今、国立国会図書館として考えているのは、これをひっくるめてです、ね、地域資料という呼び名の中で、まあ、そ,のそれぞれの地域のコミュニティの中から発生される情報という,うなことで、大きくは全部で、まあ、大きくは共同資料というジャンルと、地方行政資料という。 えー、ものがあって、共同資料の中には、図書雑誌、新聞とかと、それから隠し文書類、これの中には、まあ、公文書が含まれる場合と、含まれない場合があるんですが、まああの、都道府県なんかでは、一応公文書の部分は別扱いというようなものもありますけれども、いずれそういうものが今まで,です、ね、紙媒体を中心に集まってきてますので、それを紙媒体のものは、国立国会図書館法によって、 納本していただいたりそれから地域の図書館でもそういう地元の本を集めているということなんですねそれでひなぎ区の,、えー、っとあの経験の中で一つあ,のあれと思ったのはですね、えー、っと今、えー、特にそのデジタル情報的なものが重要あの非常に膨大なもので重要だと申し上げたんですが 伝統的な資料、図書館資料としての出版物ですね、それも重要なもので、それで特にですね被災の激しかった宮城、岩手、福島をはじめとして、ですね県立図書館さんと国立公開図書館が、その時期のですね出版物のリストをお互い交換しまして、 でお互いいい欠けてるものがないかととうことを点検ししたたんですねそうしたら例えば宮城県立さんのリストの中にあって国会図書館にないものがある国会図書館のリストにあって宮城県さんにないものがあるというようなものがですねかなり散見されてお互い情報交換してそういうものは集めるようにしたんですねで紙媒体はそういう形で蓄積されてるんですが今井上さんがおっしゃられたのはデジタル時代に どんなふうにそれがなるのかというでこれはですねあのまさに新しい仕組みの中で国立国会図書館とこ,あのここにもですね国立国会図書館がとその各図書館が協力する分野協力というのも一緒に産業する分野が生じていると。 特にです、ね、こ,れちょっとこれからあのあれあの次のスライドの前に、えー、ちょっと前、その前、今、えー、とこの WARP というです、ね、国会図書館の仕組みの中でさまざまデジタル化されたものがデジタル情報として各自治体とか公立図書館から発信されると、それをです、ね、全部こ WARP という仕組みの中で今、お預かりしている、これはフォーティナー裏付けで。 えあのねやってる作業がありますのでそういったものをその地域資料のこれからの作り上げる構築の中で十分に使っていただくで使えるようにさまざまなその今でいうとメタデータ昔でいうと整理しなくちゃならないわけですけどそういったものを国立公開図書館と各図書館が共同でやるような 仕組みが必要ではないいかということでですねこの今井上さんからご指摘あったことは1年に1回全国の都道府県立図書館さんとそれから指定都市立図書館長さんの館長さんの集まりを国会図書館でやってるんですそれで70人ぐらいお集まりいただくんですが今年のですね6月にあったえとあのえその集まりのところでは このパワーポでですね、えーと、こういう共同関係がこれから必要ですから、どうぞ一緒に考えましょうというお願いをしたところなんです、それでこの背景にあるですね、このワープというのをちょっとご理解いただかないと、その仕組みがあれですから、これはですね、インターネット資料収集保存事業ということで、 日本で法律的な裏付けをや,ってるんでやらせていただいているのは国立公開図書館だけです、それで、えー、あの過去のウェブサイトを閲覧できるサービスということで,で国の機関のものは全部法律に基づいて網羅的に収集している、すなわちです、ね、1ヶ月に1回くらいずつそのウェブサイトに、えー、あの例えば文部科学省さんの ウェブサイトをその自動収集してそれでその情報を蓄積していくんですね。何せそのインターネット上の情報というのは失われやすいですしそれから内容変更が頻繁ですからそれからあの我々経験しているようにあの自治体の,あの町村合併でですねあの自治体の,あのサイトなんかは その町村合併が行われた段階でもう昔の町のサイトはもうなくなっちゃいますからそういったものがですねこのワープという仕組みの中でその町がなくその自治体がなくなった時点のものが今でも再現できるような形にしてるんですね。そういういことで それからあの自治体の情報なんかでは特にあの紙資料では入手できないインターネットだけの情報ってありますからこういうものをです、ね、紙資料で国立公開図書館が果たしている役割のようにこのデジタル情報においてもそういう役割を果たしてさせてくださいとそれを法律で認めていただいているということです。で具体的なその次の次、ね、どういうういい事業かというと えとこの,あの上の方はですは、ね、公的機関の,あのサイトウェブサイトを月1回とか年1回とか定期的に集めますでこれはひな区くの,あの大震災直後はこれが1週間ごとにそのサイトを集めていったというような蓄積が持ってますそれであと民間のウェブサイトは今あの、まあえー、許諾ベースで集めてますけどそれがですね このワープという仕組みの中に入ってそれでインターネット上で公開のものこれは許諾を得たい著作権的な許諾を得てですねそれはアクセス一般的にアクセスできるようにしていいですよと言えばそのできますしそれ以外は国立公開図書館の館内で見ていただいていると。 いうなうなところなんですねそれでこういう仕組みがだんだんスタートしてから数年経ちまして進行してまして例えば文部科学省さんのですね都市間関係の施策の中で従来ホームページの中にあったものがもうこの,その自前のホームページの体験の中には入ってなくて。 ただそこを検索するとワープを見てくださいというようなご案内をいただいたりして活用されているこの仕組みをですねさっきおっしゃられた地域資料という仕組みの中で今までは全部紙媒体を郷土資料室かなんかに集めていたわけですけどそれをネット上のものとして国会図書館の資産を使っていただいて ただしそれをその自治体地域社会にとって必要なものかどうかというのはやっぱりまさに地元で土地勘の仕事をされている職員の方の見識がとそれから経験でそれを蓄積が広い上げが行われることとしてそれをこういう形で使っていただくような仕組みがありますと,ということをですね今,今の段階では 都市間会の方に特にあの公共都市館の方に、えー、と今 PR している段階です。でそれがもし、えー、うまくですね共同産業として今後いけばこれはまさにデジタル時代のですねお互いの都市館の,のサービス対象のコミュニティっに、えー、と大きくですねあの貢献できることになると思いますしそれはまさにあの避難に行くという一つの えっと社会にとって大変な事態をまたあのそこからまたですね新たな展望を持たせていただくことになるのではないかなと思っています。ありがとうございます。あの本当にインターネット上の情報ってあっという間に消えるんですよね。あのえっ、ー、と私なんかも仕事しててあの本当にあの。 えらい目にああっったたことがあったりとがりかであの結局アメリカにあのインターネットアーカイブという、N、あのサービスというかあ,のありましてそこも結構あのウェブサイトをガーッて集めてらっしゃるとこなんですけどあのそこに行かないともうないかなとか思っていたりしたんですがあの国立国会図書館でも精力的に。 えやってらっしゃるということで,で、あのー、今後、ですねもし皆さんあの図書館関係の方多いと思うのでちょっとこれぜひお持ち帰りいただいてあの共同関係でやっていっていただけたらなと思いますそれからもう1つまあちょっとデジタル関係のお話続くんですけれどもこれあの年末か年始にかけて非常にまあニュースにもなっておりました。 えー、今年1月からの図書館向けデジタル化資料送信サービスちょっとしたかみそうなんですがあのこれもちょっと私気になってましてあのこれはですねあの簡単に言うと国立公開図書館がデジタル化された資料のうち、まあ、絶版なんかしてまして一般的にまあ入,手入手がなかなかできないもの、えー、で、えー、それを、えー、全国の図書館にですね、えー えー、送信するというこれ画像データですかねあの送信されるというサービスでしてであの10月の時点では、えー、実に131万点が閲,閲覧できたりとか、まあ、部分的には復習できたりなんかもできるそうなんですがこれあの利用者にとっては、まあ、あの特に地方の方ですね国立国会図書館にわざわざ行かなくても地元の図書館で資料が見られるという、まあ、非常にありがたいサービスなんですけどもこれ1月からスタートされて 11月になりますが、実際の利用状況とか、ですねそれから今後の展開なんかも、教えていいただければと思いますそれじゃあ,あの、デジタルこの資料をですねどんなふうに、まあ、国会図書館、えーあの、さまざまなデジタル化を進めてますが、えー、これをですねどういうふうに使っていただくかというところから、ちょっとご理解いただいた方がいいと思うんで、これを。 そういうい話になるだろうと思ってので、これでご覧いただけるようにです、ね、国立国会図書館のデジタル化資料これは資料がそもそも宣伝のものからあってそれをデジタル化して発信するという仕組みが今、電子土地あのデジタル時代において可能になってくるんですね。 それでそれを法律的にもです、ね、国会調査官はかなり大規模にデジタル化をできる著作権の社の許諾なしにできるという仕組みを作っていただいてで現在246万点ぐらいこれは本です本雑誌のそれぞれのアイテムでそれくらいですでそれをですね管内の永田町それから関西館 それから国際子ども組織館のところではみんなご覧いただける、あのパソコン上でご覧いただけることになってるんですが、それを考えに利用できるという形が今や必要なわけですね、それで著作権が切れたものとか、あのもう送,あの送信していいですよというものはとか、それから、えー、とあのいわゆるあの著作権者が、えー、あの確認できない。 現在を確認できないから許諾を取りたいんだけど取れないというような著作物については文化庁の長官裁定という仕組みがありますのでそれを大規模に活用させていただいて現在48万点はですねインターネットでご自宅から見れますでそうでなくですねあの著作権があるんだけど著作権が問題がないということが確認できないんだけど あの市場には絶版等でものがないというものもあるわけでこれをですね全国で使ってもらう必要があるんではないかとそういうことで始めたのがこの図書館送信っていう今年の1月からの仕組みですそれでこれが新聞報道された時は「あなたの街に国会図書館の130万点が見れます」というキャッチフレーズみたいな形でですね えー、あのこれは1968年ぐらいまでの,あのデジタル化明治以来のです、ね、ものが主なんですがこういう仕組みを作らせていただいたそれで、えー、あの出先というかその公共土地館とか大学土地館側では閲覧もできるしそれから副社も土地館内でいろいろ条件は調査権法上の条件はあるんですけど できるとあの複写できるというような仕組みが始まったんです。で実際ですねこれのえっとこのそのためにはそのデジタル化した資料の量が問題なわけですけどあそれでそのがどういうな仕組みかというと各図書館がですね。 あの事前に国立国会図書館に、その承認を、そういう仕組みの利用を承認していただくことによって、その国会図書館ではシステム的に、ということはあの人手をかけないで、国立国会図書館のデジタルコレクションというものの中から、自動的に送信しますで、送信して、それで利用者に見ていただくと。 でただし著作権の問題がまだ残っているものですから、かなり著作権的には十分に配慮していただいて、まあ、ということは、都市会員がかなり関与していただいて、で特に副社サービスなんかの場合はやっていただくというような仕組みです。でこういう仕組みはです、ね、法律そのものには書かれていないわけですけど、法律を改正する、そういうことが都市間送信が可能だという著作権法の 法律を改正していただくときに文化審議会とかご議論いただくわけですけどそのもとでですねその流れのもとで関係者協議会と出版社とかそれから著者とかもちろん都市間会も入ってですねそれでこういう利用のためにはどういう範囲で一方では著作権はじめとするさまざまな権利を十分に守りながら一本では一方では国民の そういう資料をできるだけ広く利用できるというようなことの,そのお互いの立場の折衷点のところをです、ね、いろいろ整理していただいてこういう仕組みが出来上がったとでもう次は問題はです、ねえー、っとあのどれくらいのデジタル化資料があるかということが何よりも問題なわけですけどそういう点ではです、ね、ちょっと国会土地間のデジタル化は現在まで153億円使わせていただいています。 えー、あの平成1994年ぐらいからあのデジタル化を始めていまして、それが大きく進捗したのは、この,の09年、2009年と10年の補正予算で、一挙に137億円をいただいたで、かなり進捗できました。でで現在のあのデジタル化されたのは のの表をちょっととと見ていただくと次のところで現在246万点なんですが図書、雑誌、それから古典籍、博士論文その他というになっていますけどそういう中で246万点のうちインターネット公開は48万都市間送信で131万あと国会図書館の中だけでご覧いただかなくちゃならないものが68万点。 という内訳になるんです、ね、それでこれが国立国家庁団が一番その予算をいただいて実現するとすればそれを100とすればです、ね、ど,れどの程度このデジタル資産を現時点で持っているかということでラフに計算すると大体いい4分の1が153億円をいただいてできた範囲だと。 そうすると、あと4分の3がです、ね、こういう状況にするためには153億円の3倍が必要な規模となりますけれども今、全てを現在のところまでは全てする必要はないわけですから現在、我々は1980年代まで1968年まではデジタル化が一応できてますからそこから十数年分ですね それはまだ出版業界がデジタル化される前まだ活字を組んでた時代ですねそういうものをその先ほどおっしゃられたイメージ情報としてデジタル化することによってそれを社会的な資産として都市間利用者も使えるしそれから出版界がさらなる出版活動のソース等も使っていただく。でさまざまざな 使い方を社会的な資産として作っていただけないかというようなことをですね今いろいろお願いしているところなんですがこの厳しい財政状況のところなもんですからただ我々はやはりそういう全国の利用者それから全国の図書館の関係者のまずとにかくそこに提供するデジタルデータとしてこういうものを 持ちたいというお願いだけは今している段階です。ありがとうございます。あの今後新規は80年代までですかね。はいそ。それで現状は何かというとですね、現状はですねまだののあのこのあの承認関係にあるのが360巻なんですね。だから全国で今公共と市館300いくつ、大学と市館100いくつあるとすると。 だけそれをだけを考えてみても、まだあの数は少ないわけですけど、ただ、特に土地間関係の方の,あの会場の方で、この仕組みをですねさらにご研究いただいて、地元でもお使いいただきたい、ただ、ああちょっと IT 投資がですねちょっと必要だとかですね。 なんかあのウィンドウ8だけど少しなんかえっとあの高度なブラウザをお願いしているとかで,ですねちょっとそういうえあのサイクルでえちょっと今様子見をされている図書館もあられるようなんですがいずれこういう仕組みの中でえあのご自分の図書館のさまざまなニーズを満たす一つの方法としていただければと思います。 これは,ではの理想的にはこう全国の図書館に広がればいいなというところでしょうかね、あのーえー、と非常にこうちょっと楽しみなあの自分の街に国立国会図書館が来るってそのフレーズが非常に心惹かれるんですけども、あのー、実はえと今ちょっとあの。 もともと紙媒体の資料のデジタル化みたいな話題が出たんですけどもあの国立国会図書館では農法制度をされてましてあの紙の本は当然農本ということがあの割とこう皆さんにも浸透しているのかなと思うんですが。 あの、実はえっとインターネット上でも、あの今いろんなこうコンテンツが生まれていましてで、あのまあ無料でかつあの drm という技術的な制限手段というものが設けられていない状態で流通している電子書籍とか電子雑誌とかあのそういったものの、収集事業もされていらっしゃるんですよね。で、これはあのオンライン資料制度と呼ばれまして、相性。またこれがあの e デポってちょっと可愛らしい。名前がついてるんですけども。あのこれ？が 昨年からの取り組みということで、この制度の浸透具合とかですね、いかがですかね。この次のスライドちょっと見せてください。えっと国会図書館がですね、今対象として集めているあのえっと対象の一覧図です。一番あの左に国内発信情報とあって、それで当初それからパッケージ系の電あの電子出版あの DVD とかですね。 ものなんですがこれは平成10年ぐらいまでの12年までにですねもう制度化されまして本当同じように入れていただくようになっていますでその今井上さんがおっしゃられたインターネット上の資料というのがそこから右側のところなんですねそれで上の方の,あの、えー、ところインターネット資料とやるのは国とか自治体とか大学とか、えー、公立大学ですね国立大学その辺の 情報は全部定期的に先ほどの仕組みで最終、えー、ワープに入れさせてもらってますで問題は民間の特にですね商業活動を中心として成り立っている部分のデータをどんなふうにいただくかということでこれは特にですね出版界があのこのデジタル情報時代に この出版というものをどのように取り組むことによって文化的なその志とされている文化的な繁栄というものに社会的に寄与できるかというさまざまな今その模索の段階というふうに拝見しますけれどもそういう中で えと公開時間がさまざまな面でその,、えー、そのところに、えー、あの一方的な制度をお願いするわけにいかないんで両者がですねお話はあってそれで国の仕組みとしてはやっぱりそういうことの保存の仕組みが必要ですねっていうところの合意のところでですねそういうあの法的な制度化が必要なものなわけですけどそういう中で えとこの4つのカテゴリー、えー、とあのネット上にあるオンライン資料ということで今まで図書雑誌という形で活字になってきたものを今度、えー、とあのネット上にしかないというものだけをまず対象にしてで無償のものは今おっしゃられたように制度化がされて集めてますでまあ,あの着々と集まってますけど えまだまだですね、あのこれ、今後、どんどん集めていく部分です、ただ本、一番本丸はですね、やっぱり優勝のもの、まさにあの出版活動として行われている電子書籍、電子雑誌というものを、それをですね、一方ではそういうその利用関係が成り立つところで、十分な、その、 利用者とそれから出版社の読者と出版社の間でどんどん使われる一方ですね国としてあの国,国内の,その文化資産というものを蓄積するためにどうするかというところがですねあの今これからの分野としてやってますでそれがですねどういう風うに進めるかというとき一気にあの 法律化条文化というのは難しいもんですから一番下はその無償のものはもう集めてます制度収集してますよとで有償のものは今ですねその実証実験をやりましょうとで今お話ししてましてそれで来年のからはですねこの1年を準備期間として来年から具体的に国会図書館の仕組みの中に 電子書籍それから電子雑誌で優勝で出ているものを入れていただいてそこにどんな問題があるのかということを実証的に実験してそれを特に出版界の方それからいろいろな権利団体それから行政そういったところと十分にそこの克服すべき課題を共有してでそういう中で解決策を 探りながら、その結果を法律的に整備していただこうということです。ですから、あのこれは各国のですね。国立図書館が今様々な面でこういう取り組みをしているんですが、やっぱりグローバルモデルというのはないんですね。各そのいわゆる国々のナショナルなモデルをそれぞれの出版事情。 それから文化,文化を取り巻く社会状況ということを考えながらそれぞれに模索しながら作り上げていくというような世界で,です、ね、国会女子館も日本のそういう役割のためにそういう取り組みをさせていただいているとというところですいやあの今、えーと、最初無償オンラインの,あのお話からだったんですけどもあのまさに館長本丸とおっしゃいましたが。あのえーと そうです販売されているオンライン資料ですね、これがもし、えー、収集、スムーズにできるようになって利活用できるようになったらすごく利用者にとっても、えー、ありがたいことだなと思いますで来年度から実験が始まるということで、はい、ぜひこれは、えー、進めていただければなと思います。でえー、とそれととですね、えーまあ、今ちょっと来年度の話が 2015年以降という話で徐々に,こう未来に近未来になりつつお話があるんですがあの <laughs> 私あのあの3歳の子ども今子育て中でしてさすがに国立国会図書館の永田町にはお伺いできないんですがあの国上野のです、ね、国際子ども図書館の方にはお伺いしたりしております。であの実は うん、この国際こども図書館の新館が、えー、来年できるということで,、はい、で非常にあの小持ちとしては気になっておりますがなんかあの非常に、えー、ちょっと調べたところにと6200平方メートルで地上3階地下2階ということなんですけどもこれは一体どういう図書館になるのかぜひ教えていただきたいと思います。国国国立国会図書館の国際子ども図書書館館ののの際ども建物っていうのは えと明治39年にですねた、えー、ったものなんですねでそれをあのその新築をお祝いして第1回の都市間大会が、えー、あの行われたとで、えー、先週の金曜日に第100回の全国都市間大会が明治大学で行われたというそこの,あのいわゆる都市館員の集まりの発祥の地になるわけですけど そこのところがですね、えーとまあ、あの当初東洋一の図書館というところを目指して作ったのが、えー、とこの本館という既存棟というところがその部分なんですが明治39年それから昭和4年に増築してます。それで そこが7,000平米ぐらいの建物なんですがそれと同じ規模の新館を今度準備していただいてて来年のですね6月に完成して来年度中に、えー、と移ります。であのパースが出てますが右側が既存到達すると左側がああいうガラスを中心としたものででこのその後はですねやはりあの 明治時代の建物を改修してあの大規模改修してあの今使ってますので非常にあの建築的な制約が多いんでさまざまなその国際子ども都市間がやりたいやるべき事業も少しあの全面開館まで待ってるところもあるわけですけどそれでですね今度既存等々新刊を 大人と子どものともに楽しめる場として既存とそれから児童書専門図書館としての新館というような大きなあの、えー、あの役割分担しながら一緒に連絡通路でつながっていくというような場として拡充をさせていただくということです。で全体としててはその国際際子ども図書館が持っている実際の,あの 地元の公共図書館の子どもサービスエリアであれば地元の図書館の地元の児童のサービスっていうことが特化されるわけですけどここの図書館の場合は特に国際が名前がついている場合は国内それから国際的にこういう児童サービスをやっているところの情報交換の場であるとか。 自動車の,あの専門的な研究の場であるとかそういったものを特に意識しながらただしあの上野という場所ではあるんですけど実際のですねお子さんも、えー、あの来ていただいてそういう場を設けてそれで、えー、読み聞かせなんかもです、ね、やってますし5月5日は,なあは,、えー、と歳日は祝日は休みなんですけど。あの 子ども土地勘は5月5日はこいのぼりを立てて皆さんお待ちしているというようなところですで今度こういう形で、えー、と来年中はいろいろ既存等の方のですね改修、えー、追加改修もありますので、えー、あの一部閉館したりしなきゃならないんですが再来年の4月ですね以降は全面的にですね、えー、あの新しい新段階を迎えるということでご期待いただければと思います。 ありがとうございます。あのえっとまあ、個人的にも子育て中ということもありますがあの実は、えっと、今年、ですね、日本における子どもの貧困率というのがあの過去最悪に、えー、なってしまいまして16.3%ということで,でこれの子育て世代が非正規雇用化したりとか、まあ、あと母子家庭が多くて。であの あのお母さんの所得が非常にひどひあの低い家庭が多いということで、まあ、そういったことが原因じゃないかと言われてるんですけどもあのそうしますとやっぱりあの塾に通ったりとかその家庭教師つけたりとかっていうことができないお子さんたちも当然増えていくわけでその中であのやはりです、ね、図書館というものがあの <laughs> 子どもにとっての学びの場だったり読書の場だったりっていうことが非常に役割が図書館の役割が重くなってくるのではないかなと 思っているんですねなのであの今後のですね国際子ども図書館のご活躍に非常に期待をしておりますであのそれからもう一巻あの国立国会図書館はあの関西館というのがありますけども <laughs> えっと 実はあのあと6あのこの間ちょっとニュースで少し前で見たのがあ,の6あと6年で本館と関西館の書庫がいっぱいになってしまうという衝撃的なえーっていうどうなっちゃうのってちょっと心配になっちゃったんですけどもあのこれ関西館の方では実はあの増築計画が進んでいらっしゃるということで、まあ、の資料が、えー、増えることはあっても減ることがない図書館っていうのが図書館なんですけどもあのこれ資料保存のこういったこう課題っていうのはどういうふうに 取り組んんででいらっししゃるんでしょうかこのスライドを見ていただくとですね、えーあのえー、図書館というのは比較的一つの建物の中で資料が増えれば、えー、と廃棄してそれで一定規模で運営するというのがつあのほとんどの図書館のしやり方なわけですけど各国の国立図書館の経営はそうではなくですね あの実態として1年に2000平米の資料の増加があるんですね、それで常にです、ね、戦前から1906年,年に帝国都市間の新築開館ができてからです、ね、ずっと、えー、戦前もそうですし戦後もです、ね、だいたい 20, 20年周期で大型の初行を中心とした増築をやっていく。 必要がああるるというようよな宿命んですねその発展の歴史がこれで見ていただくところなんですけどあの1948年に仮庁舎赤坂の迎賓館の今になっているところであの開館してからですね東京本館が次々増築されてであそこは3万平米の建物あの敷地ですので 15万平米の,あの容積率500ですので15万平米の施設しか持てないんですねその半分が書庫なんですけどそ,れその後どうするかという時にその関西間という立地が関西学研都市京都府からあの京都駅から40分ぐらいのところなんですがそこに8万平米の土地を求めていただいてこの21世紀中には 16万平米まであ,のあそこは容積率200%ですからの施設が可能であるというあの施設計画を作っていただいて認めていただいてそれでそれが10年前に2002年にスタートできました。でこれがでできた後は東西で のをです、ねえー、均等にこう全部こうあのちょうどお風呂の水が上がるようにずーっと資料がいっぱいになってきてそれでこぼれない、うん、あのこぼれるようになる前にこの関西間の方で増築してそれで、えーとあのえー、国のとしてのストックを全体として東西で500キロは離れてますけど持つという構想で。 それをですね大変壮大な構想だったんですけど認めていただけたもう20年15年前くらいにそれが事業として認めていただいたというところで現在動いていますでたい20年周期次のスライドで見ていただくとですねえー、ともう細かい字がたくさん書いてありますからどちらでもあれなんですがだいたい20年周期で新しい建物ができて その機会に都市間サービスが非常に増強できたとでこの2002年に国際子ども都市間と関西間ができた時はとにかくこの特に関西間は今まで来館型というか都市間に来ていただかないと利用できないものをとにかく遠隔から利用できるようなところで便利にしようとそれはまあ副社サービスなんかがそれまでだったんですけど 現在はデジタル的な都市間送信とかに伸びてくるわけですけどそういったところでそういう体制をその施設の,計,あの計画で実現していただいたというようなところです。そそれで今で今う、ね、ういう形で言えば その1948年が創業期だとするとです、ね、それが発展して、だんだん電子情報の時代になりつつあって、変革が起きて、それをです、ね、そこで計画した従来型のです、ね、都市間サービスを完成させる時期が2004年からなってるんですけど、それと並行してです、ね、先ほど言ったデジタル情報時代というところは、これはまさに創業期。 第2創業期ということで今この歴史的にはその施設の流れの中からもそういう位置づけにあるという時期を迎えているというところですですからご心配いただいている施設長期的な施設計画としてはそういうことをお認めいただいてそれで関西間が今6万平米の建物が建っているんですが。 この,あの20年ぐらいの間に、さらに6万,平米6万3万三千平米の建物を増築すると、それの第一期をです、ね、2万3万三千平米の建物、諸行中心のものを来年、えっと、再来年の予算要求、ですから来年のちょうど1年後ぐらいの査定を受ける予算要求で、えー、認めてもらえるように。 えっと今はもう設計が基本設計から実施設計に移りつつありますからそういったところで着実にあの国民の共有情報資源の受け皿を作らせていただいているということでありますだですから非常に厳しい財政状況ながらですねあの日本としてはこの一連の国立国会土地間の施設的な発展という点から言うと大変なですね ご配慮いただいてありがたいことだなと思ってますあの逆に言うとですね国立国会図書館があの本当にあの要といいますかそういう意味ではあのこの国の文化を、まあ、保存していくという上では非常に要の施設になりますので今ちょっと計画をお伺いして安心いたしました <laughs> あのちょっと1年で2000平米の資料が増えるっていうの衝撃的な数字だったんですけども。あのえっ、ー、と なるほどすごい長期にわたる計画に基づいて運営されてらっしゃるのだなということがよく分かりましたであの、まあ、非常にハード面はですね今お伺いしてのお話なんですけどもあの、えーとまあ、この10年で、えーまあ、図書館を取り巻く環境と非常に大きく変わっているなと 思っています特にインターネットが普及したりとか、まあ、あの地方自治体の財政状況が厳しくなったりそれから指定患者制度も導入されたりとかですねあの、まあ、い,ろい,ろいろいろ変革の時期を激動の時代を迎えているのかなと思うんですけどもあの、まあ、特に一方でですね地方では、まあ、多種多様なタイプの図書館が今生まれています。でそういった中で、まあ、これ非常にあの 難しいテーマでではあるんですけどもあの館長非常にまああの、えー、と図書館の中で,です、ね、あの経験をこうずっと積まれていらっしゃいましてあのそういった館長のからご覧になって改めてその図書館の使命というのは一体これからどういうところなのかなというのをお伺いできればなと非常に難しいテーマなんですがお願いいたします。はい 成長の時間がだんだん終了が迫ってくる状況の中で、これから皆さんのご意見も聞かなくちゃならないから、ごく簡単にあのさせていただきます、えー、とやはりあの、監修都市間の種類によって、この都市間の地名というのは変わると思いますねで、国立国会都市間のような、国立都市間の場合は、とにかく情報資源を蓄積するというところに、かなり大きなウェイトがあります。 ところが、大学図書間にしろ公共図書間にしろ専門図書間にしろそこのところはですね利用者が求めるニーズを満たすと文献的に情報的に満たすというところに大きな眼目があると思いますのでそういう点でですね今までのやり方150年くらいやってきたやり方稼働目録中心からスタートしたやり方はですね やはりあの継続あの、新たなデジタル時代で、えー、とその新たなやり方であの利用者の要求を満たさなければならないということで、その満たすため、その満たすということは何かというと、やっぱり人とその情報、本、資料、情報をつなぐということだろうと思うんですね。でそれをするためにどういうい手段で えーとあのやるのかあの、運営するのかというこの手法はです、ね、多分なんかマニュアル的に例えば文部科学省さんが中央から指示するものではないで、えー、各自治,体が自治体というかコミュニティがさまざまな模索の中で一番いい方法をあのあの模索されることだろうと思うので。でまああのこれこの 改めて都市間の使名はというときそれを果たすときに人の問題も十分にあるわけですけどその人の問題としてもですねそのやっぱり都市間で私都市間に関わってから47年目をあのになるんですけどもその中でやっぱり実感するのは都市館員はということはその使命を果たす都市館員は常にやっぱり資料に鍛えられ 五十嵐さんのようなあの、えー、と詳しい利用者に鍛えられそれから、えー、とその同僚に鍛えられるというようなそのノウハウというものの蓄積がさまざまな面であのそういう循環がその仕事の上で日常業務をやる上で蓄積されてそれが次に伝わっていくという仕組みがですね最大 この都市間という社会的な仕組みの重要な点だと思いますのでそういう点でそれをどういう運営方式をするかということはその一番の大元のところですね何のために都市間があるのかそれから都市間で仕事をする形としてはどういうような育成職員の育成が必要であるかということをそこから考えながら具体的な 方式を直系にするとか、それから委託も絡めるとか指定管理というような形にするかとかですね、そういうようなさまざまなその試行錯誤でそのコミュニティーごとの選択ができるのではないかなというように考えているところです。ありがとうございます。あのそのためにはですね、やはりあのえっとまた書館って建物があって。 本があって図書館それだけじゃないんですよね中でやっぱり働いてらっしゃる人が大事だなって非常にあ,のあちこちの図書館をあの拝見していて本当に痛感しますやっぱりの元気のある図書館って中の人が元気だったりしますのであのその中でですねまああの特に師匠の方ですねあのとかまあ働く職員の方ますますえ大変な状況にあるとは思うんですけどもその大切な役割っていうのはこれからどう どういうところになっていくんでしょうかあの今、司っというあのじゅあの、いわゆる都市間職員という重要な部分がですね、さまざまなその、えー、と社会の就労方式とか、さまざまな中でですね、非常に変革期があって、 それで先ほど申し上げたように一つの仕事を通じて日常の業務を通じてそのノウハウが蓄積されてそれが利用者サービスに生きていくというですね循環を作りにくくしているところがあるわけですねで47年前に私が就職した頃はまだ全体的に日本社会は終身雇用という中で成り立っていてそれで全然その都市間ということについて 未知の世界に入ったわけですけどそれでもやはりその中で鍛えられてそれで都市間のことを一生の仕事とするように自分自身がなっていったんですけどもそういう中ではですねあの特にその、えー、と一律にどういうふうにということはあの言えない今社会情勢にもあるわけですけど。 基本としての先ほど申し上げたようなですねあの人と情報資料情報をつなぐという中で必要なものは何かでそういう中でやっぱり私都市会員としてなってその人生を送らせていただいてハッ,ピーだだハッピーなんだなと思うのはやっぱり何らかの,あの人々の生活の中に寄与できるという確信をなんとなく持てるようなですね確信というほの。 のものでではないんですけどその雰囲気としてそういうものが持てる仕事を続けさせていただいているということがですねあの大変ありがたいことだと思うんですけどこれからの若い人たちがそういう気持ちをですねそのやはりは都市間サービス業ですから都市間職員はサービス業ですからサービス業に必要なさまざまな知識とかノウハウというものが やっぱりこれはよく言われるのはです、ね、師匠の資格を取ったからゴールでなくてそこがスタートだとよく言われるんですけども師匠の資格あるなしにかかわらず図書館でその利用者に接するという中で必要なものが蓄積されるというためにさまざまな運営形態があったとしてもどうあるべきかというようなことを考えていくんだろうなといううに思います。 ありがとうございますあの本当にいろんなあの国立国会図書館をはじめもうそれこそ市町村立の小さい図書館とかをお伺いしてあの職員の方とお話しする機会が多いんですけどもあのですけど本当に人は大事だなって。 あの思いますでなんとかしてその方たちが元気に働けるように元気な図書館になるようにあの外部の外野の私なんかでもちょっと応援していきたいなと思いますしあとあの、まあ、利用者としてもその図書館 あの図書館を作るのって多分図書館の方だけじゃなくて利用者の方も当然当事者として図書館に関わるのはこれからだと思いますのであの市民としてもやっぱりこう一緒に図書館を作っていきたいなってあの本当に思っておりますであの私ばっかりあの館長にですねあの聞きたいことばかり今まであのうわーっと聞いてきてしまったんですがぜひあのここで会長の方からですね「国立国会図書館今どうなってるんですか?」とかまあそれからの今後ですね あの国立公開図書館の未来はこんなふうにあってほしいなみたいなご意見とかあの何でも一言構いませんのであのぜひあのお伺いいいしたいと思いますなかなかあのこの雰囲気の中で手を挙げるのは大変かと思うんですがあのせっかくの,あの館長いらっしゃる機会ですのでぜひあの勇気を出してちょっと挙手をお願いいたします。はいどうぞ お取り入れにます所属とお名前をお願いいたします。え国立情報学研究所の大向と申します。えと今日は貴重なお話いただきましてありがとうございました。あの私自身は,はデジタル情報に関して非常に興味を持っているのですけれども、まあ、今日もあの優勝のあの DRM ありのえと電子農法についての実証実験をやられるというお話。 をまあ初めて聞いて、えー、興味を持っております。であのやはりデジタルの問題というのは何かそのまあそのまあ。そのまあ 物があるとかないとかという問題の前にやはりそのデジタルの扱いは誰も分かっていないっていう、まあ、そのことが一番大きな問題だと思って何かを真似すればあのうまくいくという状態じゃないのが問題なんじゃないかなと考えているんですけれども、まあ、やはりその国立公開図書館に非常にたくさんのスタッフがいらっしゃる中でそのまあ未来のまさにデジタル情報について考えるどうしたらいいかを調べるのではなくて研究か。まあ 考えるという機能というのはどのようにお持ちであるのかということとさらにこのフォーラムでもたくさんデジタル関係の議論をたくさんやってますけどもそういった人たちの知識や議論を集める場のようなものを作られるようなそういった何か計画などもしありましたらお聞かせください。 ありがとうございますあの大向井先生にはあのデジタル環境の中で大変ご指導いただいているあのいあの感謝しているんですけれども今のご質問から言うとです、ね、あの国立国会組織は今889人の職員です。で私、10年前に副官庁で一旦退職するんですけどそこから10、えー、と7年ぶりで官庁になって戻ってきているんですが その間、大体30人ぐらいずつだとして200人ぐらいは新しい職員を迎えているわけですけどやはり全体の中ではです、ね、そのデジタル時代の,にの,そのために備える人的要素としてはそ,のそれぞれの職員が自己改革をしながらそこの知識を吸収していく。 とそれで IT 世界で活躍されている方を中途採用させていただいたりしてるんですけどもそういう中でその特に今ご指摘のですねその研究的なことを積み重ねながら業務に応用していくという部分は まさにあの国立情報学研究所とそれからあのいわゆる学術情報システムの兼ね合いのように土地間の実務と研究というような仕組みが国会土地間の中ではなかなか持ちにくいそ,れその結果、結局さまざまに大学とかそれから NII とか JST とかそういったところのをはじめとするさまざまな専門家のと さまざまプロジェクト的にお,たあのお助けいただいてそういう中で交流しながらあの進めていくしかないなというふうに考えるんですねただそ,のそういう中でもですね特に財源的なものをそういう,うに獲得することもなかなかこれが難しいというようなあの現実もありましてさまざまそこは模索なんですがおっしゃるようにそれから館内の 今、来年の夏ぐらいまで1年ぐらいさらにかけて図書館のです、ね、基本問題検討というのを,をあの定期的にやっているんですねで、えー。資料の買い方にしろ、それからサービスの社会にしろやっぱり150年のやり方からはデジタル時代になって変わらざるを得ないと。そういうい中で どういうふうに変革すべきかということを基本問題として問題点を顕在化させようとでそれの解決のためにはあと何年かかるかということはあるんですけどただやっぱりこの1年ぐらいの取り組みとしてそういうことをやりたいというのでさまざまですね外国の事情の,研究あの勉強とかそういうリポートを出してもらったりしてそれで中で定期的にやってるんですがそういう中でもですね人材 今おっしゃられたような人材とか研究体制それから R&D というような分野のところをどんなふうに裏付けていくかというのは大きな課題なんですねでとにかく金もないということが現実ですだでもとにかくこれはあのいわゆる日本社会のさまざまなそういうあの企業の,あの方も含めてですねお力をもらいながらやるしかないやることだしかないなというところです。 大ありがとうございますあの他にまだもう一人ぐらい大丈夫かなという感じなんですけどどなたかいらっしゃらないでしょうか。日本図書館協会の児童青少年委員会,に委員会の委員をしております与田と申します。 あのえー、と国際子ども図書館の外国語資料の収集はどのように行われているのか、であの今後の,あの今までと、それからこれからのご予定など、あのお聞かせいただきたいと思います、はい、国際子ども図書館の資料は、国内資料については納本制度の中で入ってきて、そこの分野のものを全部、国際子ども図書館で。 あの提供してますで外国のものが問題なわけですけど外国のものは、えー、と購入ということが中心になりますがですから選書活動として、えーあのえー、こまめにですねそういうあの網を張って商業ルーで入るもので国際的に例えばアンドレ選ンをもらったものをはじめとしてですね 評価の高いものは全部揃えるという方針なんですがただそれには限界があるんですねでそれでいろいろ取り組んでいるのが大使館でですね例えばトルコ大使館からトルコの基本的な自動車をいただいたりそれからこの前はですね国際都市間連盟のイフラという団体があるんですがそこで その特に日本で大震災があったということの支援という意味も含めて各国で代表的な、えー、あの自動著作10、えー、冊ぐらいを全部パリに寄せていただいてそれのワンセットを国立公会図書館に入れていただいたりしてますしそれから最近はです、ね、ルーマニアの,、えー、あの国立図書館とこれはルーマニア大使が さまざまな介護の中で会う中でそういう口利きをしていただいてでルーマニアから日本の書も自動車も送るしルーマニアの自動車をこちらに寄贈していただくというような協定がちょうど今結ばれたばかりですあとやっぱり注力したいのはアジア関係の資料ですね これはやはりあのアジアに属する日本という中でぜひそこのところはあの、えー、広げていきたいというようなことで、えー、と体系的にの選書活動のほかそういう国と国とのお付き合いそれからあの国際交換出版物の国際交換という仕組みをもう国,あの国立都市間としてなっていますのでそういったことを活用しながらあのやっていきたいと思います。で いろんな国に事情がありますから、いろいろアドバイスいただきたいということでよろしくお願いいたします。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。あの今日ちょっとあのあまりお時間がないということで、あのえっ、ー、と。 国立国会図書館が国際的にどういうふうに活動されていらっしゃるかというお話ちょっと私の方でお伺いできなかったんですが最後に館長からお話いただいてよかったかなと思いますでそろそろお時間になりますが館長何か言い残したこととかありますでしょうかいやあの限られた時間の中で長々とお,お話ししたようなあの気持ちで大変あのじくじつをしておりますけど ただ、の井上さんからのご質問が、この会場の方の中でどういう背景があるのかという全体像を知っていただくこともあの貴重な機会だと思って、そういうふうにあのちょっと回りくどくさせていただいたことをお許しいただきたいと思います。いずれ、さまざまなあの声をいただく中で、国立国会図書館の運営をあの担っていきたいと思いますので、 どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あのえっと国立国会図書館大寛館長のあの本当にお話をお伺いする機会貴重だったと思います。あの今日いろいろお伺いして本当にあの国立国会図書館のあの展望がちょっと見えてきたかなという感じで、また今後のですね未来に向けてどういうふうに運営されていらっしゃるのかということで、あの非常に。 ちょっと楽しみになるようなお話もいくつかあったりして、あの良かったかと思います。あの皆さんもぜひ今日の話持ち帰っていただいて、今後のまあ図書館活動に、えー、フィードバックしていただけるかなと思うんですが、はい。あのそれではお時間ちょっと過ぎてしまいましたが、今日はあのお越しいただいてありがとうございました。あの尾崎館長もありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。 えー、大竹館長が先ほどちょっとおっしゃいましたが人のためになることを、えー、仕事としてや,やれることが幸せだとおっしゃっていたのもまさにあの大竹館長の人間性をなんか見えるような感じで大変楽しく嬉しく思います、えー、大竹館長にはこれまで豊島総合展に、えー、もう4回ですかの連続して出ていただいておりますがあの来年も一応同じようなことをやらさせていただく予定ですので あのぜひまたご参加ください。それとあの国立国会図書館、えー、下のブースで、まあのブース展示もやっておりますので、えー、ぜひあのブース会場にもあのお,お足を運んでいただければと思います。今日はどうもありがとうございました。